はい、こんばんは、トムランチでございます。世の中3連休終わり、ざまみろ。連休じゃなかったです。まあ、それなりにね、はい、それなりでしたけど、はい、今日はですね、月タムの、私がやってるね、月ちゃんとやってるユニット、月タムの、その月ちゃんの、ソロのオリジナル曲を、プロデュースしてみました。はい。一回行ってみたかった。プロデュースバイタムランチ。月ちゃんが、のソロ曲で、名張駅連絡通路っていう、すごいいい曲がありまして、ちょっと前に私カバーさせてもらったんですけどね。月ちゃんがアップしてるのはライブハウスでアコギで弾き語りしてるやつ、がアップされてたんですけども、それを聞いてね、まずはギターですか、セミアコでカバーしたやつをちょっと前にアップしてあるんですけども、まあその時から、曲があんまりにもね、本当にいい曲だったんで、これはちょっとバンドでやりたいぞと、思いましたもんで。で、最初はなんかね、セルフルバンド、ね、私がやってる、イメージあったんだけど、違うわと思ってね、これはだから俺がバンドで音作ったのを月ちゃんに歌ってもらえばいいんじゃねえかと、思ったので、早速打診しましてですね、音源作成に入ったわけですけども、音源はね、もうその私がセルフカバーして、セミアコでやって、私が歌ってハモもつけたやつね、でアップしたやつので、それギターソロもつけたから、ギターパートに関してはまあそれ使えばいいやと思ったんだよね。そこに、ベースとドラムをとりあえずつけまして、音源を作って、で、月ちゃんに送って、で、月ちゃんに歌入れてもらった、その歌音源が、今日届きましたんで、じゃあミックスしましょうよ、ということで、始めたのはいいんですけども、こっからですよ、今日はこのくっちゃべりね。ものすげえ大変だったんですよ、これが。ですね。まず、そのね、今回のこの、プロデュースの案件をやり取りしてた時にマイクの話になりましたね。月ちゃんに、もう私とポテさんとか、私とポテさんと月ちゃんのこうコラボとかミックスもやってもらってるんだけど、その時に私のこのボーカル音源とポテさんのボーカル音源も、まあマイクも違ったり、まあ撮り方も違うからミックス大変なんですよみたいなことを書いてたんですよね。そんなもんなのかと思って。たんですけど、今日その月ちゃんから、送られてきた月ちゃんボーカル音源、月ちゃんはこのためにマイクを新しく買ったらしいです。嫁ちゃん借金で。俺と同じ嫁ちゃん借金で、で来たんですよね。なんだろうな、まあ、音量は別にいいですよ、絞りゃいいんだからね。まあ音質と言いますか、何と言いますか、なんだろうな、単純にね、その音絞っただけでと、なかなかちょっと自分のその作った、桶に馴染まなかったんですよ、最初ね。ちょっと浮いちゃってるような感じがあったんで、音そのものを変えるというよりは、こう奥行きかね、それぞれベース、ドラム、ギター、私最近はね、こうよ左右だけじゃなくてこの縦幅もこうつけてるんで、どこのこの縦のね、奥行きのどこにこう入れたらうまくなじむかなっていうところから始めて、入れてなんとなくなじんできて、よしよしと思って、でコーラスは、あわよくば私がセルフカバーした時の
コーラスが使えれば御の字だしと思ったんだけど、やっぱりほら月ちゃんは月ちゃんってこうね、あの月ちゃんの節回しで歌うからやっぱ合わないんで、じゃあこれは今日歌おうということで、月ちゃんの送ってくれたボーカル音源に、まあそこに乗せてね、私があのコーラスは、今日新規で撮ったんです。で、まあ、音はいいですよ。もうできてるからね。ほぼほぼ。自分がセルフカバーした時につけたハモの音でいいから、音程は。まあ、歌はばーっとこう取ったわけなんですけども、これがね、私が使ってるマイクと月ちゃんの使ってるマイクの違いというか、なんというか、これがまたまたね、うまくね、馴染まないんですよ。あれーと思って。で、また結局自分の、ある程度私もそのメインボーカルと、コーラスのこのパンフリね、左右と上下の幅は、自分がやってるやつだとある程度も定まってたんですけど、それがだとうまく、なんかいまいちだったんで、自分のそのコーラスのこのね、左右と奥行きの幅もちょっとこういろいろこうやりつつ、なんとかどっかで馴染まねえかなつって、やって、まあなんとか馴染んで、ああ、シュシュシュと。それで、これで音は出来上がったかなと思ったんだけど、この曲そもそも月ちゃんがアコギで弾き語りしてる曲ですし、アコースティックサウンドって歌詞もあるのに、私バンドバージョンした時にアコースティックな音が一つも入ってんねえじゃんと思って。あ、これいかんと思ってね。ちょうどトラックが二つ余ったんで、なんやかんや、最終的に、ね、ミックスするプロジェクトの、トラックが2個余ってたんで、じゃあアコギ入れようということで、ストロークのアコギを、取ったはいいんだけど、これ入れたらまたバランスが崩れたんですよね。あれ、俺のコーラス聞こえなくなっちゃった、みたいな。アコギも聞こえねえし、みたいな感じで。またそこでちょっとね、こう、こねこり、こねこり、こねこりして、なんとか音作りましてね。よし、音できたぞ、という。あとはもう動画だ、ということで。で、今回私がやった動画全部、各パートごと保存しといたので、あと貼っつけていけばいいだけやんと思ってね、作って、それで月ちゃんをどうしようかと、私がわちゃわちゃこう周りでやってるのに、月ちゃんだけなんか静止画っていうのもつまんねえなと思ったから、その月ちゃんの元々のライブハウスでやったアコギで弾き語ってるテイクの動画をそこに貼っつけようと、思ったんですけど、当然テンポも何にも全然違うわけですよ。なもんで、その私が使ってる動画ソフトで、その貼り付けた動画の速度をね、調整できるんで、若干私テンポ早めたんで、だから 1.1 倍ぐらいにすれば合うかしらなと思ってやったんだけど、合わないんですよ。しかも感想ね、感想私尺長くしたから、あ、そうかと思って、前半と後半で動画切ってさ、感想部分を私のギターソロ入れて、で、月ちゃんが2番歌うところからまた頭合わせて入れてって感じでやったんですよね。でも新発見がありましてね、こういうことやってると、私のね、動画ソフトの速度調整が、単純に全体を 1.1 倍とかするのプラス、4分割ぐらいで、その区間区間で、しかもすっごい細かい 1.1 以下 1.025 とかこんな感じの速度調整ができる機能を初めて知りまして、あー、ついてんじゃんと思って。でもどうにかね、だから年で見てもらうと合ってないとこもあるけど、まあ頭とケツはあ、でもケツがちょっとどうあっても合わなかったんだけど、まあ、しょうがないよねそれはね。もともと全然違う音源だからしょうがないんだけど、まあなから、タイミングを合わせて、よーしと思って一回アップしたんですよ。午後、夕方前、6時前に。ほんで終わって、Facebook の方にもリンク貼って、よーしと思って YouTube 見てみたら、音ずれてたんですよ。たまに私のね、動画ソフトというか、スマホのせいかもわかんないんだけど、ちょっと動作が、フリーズ気味になって、もうね、その動画作ってる時から、こう、編集上一時停止するでしょ。一時停止した時に音がピ、普通はピッて止まるんですけど、ピッて一時停止した後にちょっと音がこう遅れて止まる症状が出て、あ、やばいなこれと思ったんですよ。これやってるとね、
見た目上の動画のこの、その何、動作と音がずれるんですよ。だから、動画作ってる時は、その自分の手の、例えばドラムとか手の動きと音源が合ってるふんにやったんだけど、音がずれてるもんだから、YouTube で再生してみたらドラムが早かったんかな。あれすごい気持ち悪いんですよ。鳴ってる音と自分の叩いてるドラム動画の、この、これがずれてるとすんごい気持ち悪いのね。うわーと思って、これ、こんな、こう、何も今日これが起きなくてもいいじゃねえかと思うぐらいなとこ起きたんで、一回それ全部消して、削除して、あーで飯食った後ね、やり直しして、で、月ちゃんのね、当て動画が音がね、ちょっと取れなかったんで、これがね、もう本当だから、目分量でやって何回かちょっとこう、一回全部完成させたのもう一回見てみたいな感じでね、やらなきゃいけなかったんで、これが手間食ったんだけど、まあ、なんとか、はい。どうせね、いや、この曲が曲だしね、これはちょっと妥協したくないなと思ったんで、いつもならま、いいかって出しちゃうんだけど、自分のやつなら、ね、頑張りましたよ。まあ、よかった。はい。ということで、今し方のアップになったんですけど、はい。まあ、そんだけ手かけるだけの価値がある、はい、曲だし、プロデュースの結果になったかなと思います。まあ、もうちょっとね、なんだろう、まあ、キーボードといいますか、ストリングスといいますか、系も入れてもいいかなとも思ったんだけど、まあ、武骨な曲だったんで、武骨に、はい、シンプルな最小限のバンド音源にしてみましたけど、あえて、はい、まあこれがね、二十歳そこそこに作ったっつんだから、もう月ちゃんもね、はい、このね、ちょっと音は迷ったけど入れなかったけど、もともとのライブ音源でね、曲始まる前に名張駅のね、連絡通路で弾き語りしてたんだけど、そこで挫折したもんもいれば、ね、その先に進んだものもいて、なんていうね、なんかね、いい話してんですよ。まあ、その、向かった先のどこがね、成功点なのか着地点なのか、なんつう定義はないですから、今現在ね、こういうことを、できてると、いうことですから、それでいいんじゃないの？なんて思いながらね。まさか二十歳そこそこの月ちゃんがそれを歌ってる時にね、その作った時に、20年超の今現在に、会ったこともない。会ったこともないのに一緒にユニットやってる、人と一緒に、なんかわちゃわちゃやってバンドか、バンド音源になるなんてことは夢にも思ってないでしょうし、私も思ってないですし、こんな曲に出会えてとかね。これも一つの、まあ、こう、やってたことが形になったっていうことじゃないでしょうか。はい、そんなこんなでもね、すごいですよ今日も、本当に。あ、映るかな、もう真っ赤っかですよ、もう。はい、設計図、もう全然意味が分かんないと思いますけど、設計図です。はい、まあ、はい、そんなこんなでできました。はい、満足、大満足でございます。はい、ということで、月かっこかりのオリジナル曲、名張駅連絡通路フューチャリング、タムランチ。フルバンド、バンドバージョン。ぜひ、お聴きになってみてください。ということで、タムランチでございました。連休終わり。明日から頑張りましょう。それでは今日はこの辺で。